この今日の問題はですね、医療の問題なんですが、科学の分野として話を進めたいというふうに思うんですね。医療の問題っていうのはですね、前回、その医療の方でお話したように、お医者さんっていうのは病気を治す専門家なんですね。病気というのは健康が害された状態、つまり補修、修理の専門家なんですね。だから修理した人を治すっていう点については、日本の特に、お医者さんとは大したもんで、本当に身を投げ打ってやっております。ただ健康を守るっていうのは違うんですね。健康な人っていうのは病気をしてる人と違うんですよ。健康な人っていうのはですね、何の故障もなく快調に走っている車なんですね。その車が快調に走るためには設計とかエンジン設計とかですね、そういうのが整備とかそういうのが問題であって、故障修理じゃないんですね。ところがこの故障修理の人がですね、設計分野にほとんど訓練なく、方法もよく分からずに突入した。これは主にはですね、1980年ぐらいからのタバコの問題がそうなんですが、タバコを吸って肺がんになった人を観察していたお医者さんがですね、間違ったんですね。1万人の人がだいたい肺がんになりましたが、あとの3999万人のタバコを吸って健康な人の状態っていうのは全然違ってたんですよね。だからタバコ吸って肺がんになるかという問題はお医者さんには解けなかったわけです。間違ったわけですね。ところがそれを裏打ちしたのが、実はコホート研究と言われる、最近その健康な人をあまり研究したことのないお医者さんがですね、科学的に間違った方法を使ってるんですね。このコホート研究というのは素人はよく分かりやすいんですよ。例えば1万人なら1万人人を取ってですね、タバコを吸ってる人はどうかとか、それから朝ごはんを食べてる人はどうかとかですね、野菜を取ってる人はどうかという研究をするんですね。で、1万人の人で野菜を1日 200g 取ってる人と300g 取ってる人とを比べると、 200g 野菜を取ってる人よりか 300g 野菜を取ってる人の方が健康だったと、こういうようなのがコホート研究なんですね。このコホート研究というのはですね、私のように科学を長くやってきた人はですね、非常に危険な方法であるということが、よく分かってるわけですね。こんな方法でもしですね、飛行機の材料とか新幹線の車軸とかやったらですね、たちまち事故が起こりますっていうのはですね、科学とか自然現象ってのはそんなに簡単にですね、何かをこう整理して、それで例えば、野菜をうんと食べてる人はどうだなんちゅう結論を出すとですね、それはもうほとんどの場合、間違ってるわけですよ。100個に1個ぐらいはですね、偶然に会うこともあるっていう感じなんですね。例えば例を挙げましょうか。そう言ってもですね、そんなことないよと。だって野菜を食べてる人と野菜を食べてない人と比較したら、野菜を食べている人の方が健康なんだから、それはそれでいいじゃないかと思うんですよね。それは実はね、どういうトリックがあるかっていうとですね、しょっちゅうあるんです。これはもう一般的なことなんですよね、科学の世界では。ちょっと難しい科学の世界ではですね、例えば温暖化っていう問題を取り上げましょうか。20世紀1900年から2000年の間の100年間、だん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 地球の温度が上がってきたというのがあるんですね。で、これは何だろうかということを整理した人がですね、例えばですね、自分の年齢と比較しますね。そうすると年齢、自分の年齢っていうか国民の年齢でもいいですね。そうするとある1900年に生まれた人がだんだん年を取っていくと気温も上がっていくという綺麗な直線が得られます。そうするとコホート研究ではですね、日本人の年齢が経つと地球が温暖化するっていう結論になるわけですね。私よく昔そう言ったんですよ。CO2 二酸化炭素が温暖化ガスと言われてますけども、 CO2 の濃度が増えると地球が温暖化するというのが随分言われた時期があったんですね。それで私がですね、そんなことってありませんよ、そんな整理の仕方だったら武田邦彦の年齢が上がれば地球が温暖化するっていうことも同じように言えますと、こう言ったわけですね。
でみんなその意味がその時よく分からなくてボカンとしておられたんですが、実はですね、科学っていうのはですね、もうさまざまな要因が非常に複雑に絡み合っているので、一つのこう何ていうか先入観というか、なんかこういう傾向がないかなと思って調べると、ほとんどの場合傾向が出てくるんですよ。だから武田邦彦の年齢が1歳上がるごとに地球の温度は 0.1 度上がるなんていう結論になるんですよ。それはそうなんですよね。というのはどうしてかっていうと、全然因果関係も何でもないんですけども、私は1年経つと1歳年取りますよね。地球の温度がずっと上がり続けている場合ですよ、1年に 0.01 度とか 0.001 度上がるとしますね。そうすると武田邦彦の年齢が上がるたびに、地球の、 あの温度が上がると。だからこれは武田邦彦の年齢によるものなんだなっていうですね、結論になっちゃうんですね。これはあの現在の CO2 による温暖化も同じなんですよ。 CO2 は毎年増えてるんです。 CO2 は毎年増えてる。地球の温度は毎年高くなってる。そうするとですね、もうあの地球の温度は CO2 に、CO2 が増えると地球の温度が増えるなんてことはすぐあれ関係しちゃうんですね。まあ、そんなもんじゃなくてもいいんですよ。例えばインドの GDP、 インドの生産性が上がると、地球の温度が上がるということもなりますね、高度研究なら。それから例えば、技術も革新しますからね。テレビが見やすくなるたびに、テレビの画質が良くなるたびに地球が温暖化すると、まあ、こういった方がいいんですね。つまりある傾向が見られるときに、その傾向を何かの原因に、するということは、コホート研究的にはもう簡単にできるんですね。ですからコホート研究というのは基本的にはダメなんですよ。まあ簡単にはどんな結論でも得られるんです。どんな結論でも得られるから社会をごまかすことができるんですね。これはその関係が本当に科学的にあるかとか、別の意味から整理をして、それでそうだっていうんじゃないんですね。ですから例えばタバコを吸うと、まあ、もちろん一番もっとはっきりするのは副流煙を吸うと肺がんになるというのは全くのでたらめなんですね。というのはどうしてかっていうと、タバコを吸う人は4000万人から1000万人ぐらいに減って、女性の喫煙率変わらなくて、副流煙の濃度はどんな簡単見ても、30年前に比べればほとんど副流煙はなくなってるにもかかわらず、女性の肺がんとか乳がんは、まあ、2000人とか3000人の規模だったやつが、まあ、10万人近くなってるわけですから、だから個別のコホート研究とですね、全体を見渡した結果と全く違う。こういう時に私たちは科学者、誠意ある良心のある良心を持った科学者はですね、絶対に疑って個別のコホート研究を捨てるんですよ、普通は。ですからここにですね、医療の研究者は科学的良心を持ってもらいたい。その科学、ここで言ってる科学的良心というのはですね、コホート研究で出した結論というのはもう様々なものが出るんだと。だからこういう集団でこういうことを研究したらこうなりましたっていうのはですね、1個や2個じゃ絶対に学術論文なんか書けないんですよ。だけど最近のタバコをはじめとしたそういう健康で朝ごはんを食べたなんてくだらないやつもあるんですが、野菜とかですね、全部コホート研究、つまり政治用の研究なんですね。これはですね、ロシアとかナチスとかがやった研究なんですよ。ナチスだっていくらでも研究してるんですよ。ユダヤ人は劣等民族だというコホート研究ってあるんですよ。それはね、そのなんかユダヤ人とゲルマン人のある集団を取ってですね、これで数学ができるかとかなんかやったらですね、必ずあらゆる傾向が出てくるんだから、好き勝手にできるんですね。これはまあちょっと政治に絡んでるのはほとんどそうなんですよ。まあ原発の被爆との関係なんかもそういうのがあるんですね。ですからこれはですね、普通の人、つまり科学の訓練を受けてない、お医者さんは科学の訓練を受けてないと言ってもいいんですけどね。まあお医者さんに悪いんですけど、お医者さんのほとんどは治療の研究をされてて、科学の本当のこの現象をどう見るかというようなことはですね、あまり得意ではないんじゃないかと思うんですね。ただ威張っておられますからね、
私なんかがこう科学医療のことを言うとですね、病気のことを言うと俺の方がよく知ってるって言うんですけど、そうではなくて、人間の体と病気の関係は科学の範囲なんで、そこをですねやっぱりぐっとこらえて良心的な結論を出してもらいたいと思います。